かしやさんまが29日、フジテレビ系で放送された、ほんまでっかに出演。新型コロナウイルスによる外出自粛で、三段跳びの練習に挑戦していたことなど、意外な過ごし方を明かした。スタジオで心理評論家の植木理恵氏と二人で収録に臨んださんま。コロナ自粛について、最初の頃は、自宅の屋上で三段跳びに挑戦してて、足首と腰痛めてしまって、今は立ち幅跳びに切り替えようと思ってます、と笑わせた。今は屋上で走ったり、家の片付けや、読書で時間を潰しており、今のところ、暇は潰れてます、と明かした。18日に放送された MBS ラジオのレギュラー番組、ヤングタウン土曜日、について、ネット上では、タンが絡んでる、などとコロナ感染を心配する声、と23日にネットニュースで報じられていたが、さんまはこの話題について、せやねん、周りも誰も心配してないのに、リスナーの方が神経質になってて、と笑い。このネットニュースを読んだブラックマヨネーズ、小杉も、かすれ声は、昔っからや、って、スマホの、画面に向かって突っ込んでました、と笑った。